そうですね、もう今月の上旬には滋賀県のねリトレ線の近くのもうチャンピオンヒルズの方に移動してこちらの方でも乗ってるんですが、まあ移動してすぐはねちょっと体もがれてたんですが、まあ、すぐにね体も膨らんできて、こちらの環境にも馴染んでね、まあ、来年のデビューに向けて、しっかり乗り込んでるというところですね。お母様やらせてもらってたんですが、うちでねちょっとテンション高くてね、なかなか競走馬として結果はいい結果出せずに終わったんですが、この子はなんていうんですかね、割と精神的にしっかりしてて、お母さんと全然違うタイプの馬で、まあ、距離もある程度だからね、そういう気象なんでこなすそうなんでね、芝の中距離マイルから中距離を目指したいなとは考えております。やっぱり北海道どうしても寒くなって、下も硬くなるんでね、寒いとやっぱり馬の成長も妨げるんでね、あったかい方がタンパク質 の合成もね良くなるということで成長も早くなるんで、そういう意味で早いデビューを向けのあーことを目標にしてこちらに連れてきたという感じですね。はい、コロナ前はねよくイベントでねファンの皆さんとね対面でお話できたんですが、お会いすることできたんですよね。なかなか今ちょっとそういう状況じゃないんでね、早くまたね、コロナ収束してね、ファンの集いで皆さんとね、生でお会いしたいなと思っておりますのでね、その時はぜひ皆さん、イベントに来ていただけたらばと思います。はい。